学園前駅は奈良県奈良市学園南3丁目にある近畿日本鉄道奈良線の駅。駅番号は A20。福駅名は手塚山学園前駅。周囲はもともと松林ばかりの産地であったが、男子校の新設を望んでいた手塚山学院と沿線開発を推し進める近鉄の考えが一致し、1941年に 手塚山学園の手塚山中学校が開校。開校に伴い、学園の最寄りに当駅が設けられた。大阪や奈良へアクセスしやすく、景観にも優れる、この地域に注目した近鉄は当駅周辺一帯の住宅地としての開発を、計画、1950年から開始した、駅南隣の住宅地の分譲を皮切りに、インフラ整備や生活、 文化施設の充実を図るなど大規模な街づくりを推し進めていった。当駅の名前から学園前と通称されるこの地域一帯の住宅地の開発は近鉄による鉄道沿線地域の宅地開発の先駆けとなっている相対式ホーム2面2線を有する地上駅。ホーム有校長は10両。改札口は北口と南口の2カ所で校内。 郊外の地下道で結ばれている。森土の上に駅が設置されているため、高架駅の趣向きがある。給料地であるため、南口は北口より一段低くなっている。駅の南北にある奈良交通のバス乗り場に直結している。現行の郊外地下道は1999年の駅舎改築までは、郊内地下道として使用されていた。駅舎改築前、南口。 北口の往来は隣接する指導のガード下を遠回りする必要があった。奈良市の要請により、近鉄は駅舎改築時に、元々の校内地下道を南口、北口を連絡する、郊外地下道として開放し、代わりの校内地下道を新設した。近年の1日あたりの乗降乗車人員は下記の通り、当駅は近鉄奈良駅に次いで、奈良県内では、 第2位の利用者数である。学園前駅北口改札パラディ、奈良市西部開館奈良市の西部にあり、手塚山学園の最寄り駅である。目立った商業施設は、パラディ学園前がある程度で、商業地域とは言いづらいが、広範囲に開発された住宅地の玄関口として利用客が多い。特に学園南地区、富川家地区、中富川家地区の一角には、 住宅地として利用され、近鉄の元会長であった佐伯木勇の邸宅に代表されるようにほとんどの近鉄の首脳も今日構えていた。美術館が多いのも特徴で文京地区を印象づけている。駅前にスーパーマーケット金賞を中心とした複合商業施設パラディがある。当駅から駅周辺の住宅地や近鉄京阪な線の駅に向かうバスが発着している。 バスの本数は非常に多く、2006年9月現在、朝ラッシュのピークである午前7時から8時までの1時間に、住宅地から東駅北口に77本、南口に49本のバスが乗り入れる。2006年に近鉄京阪な線が開通したことで、住宅地止めであった路線が、学研奈良富岡駅や学研北井駒駅発着に、区間延長。 短縮される再編が行われた。北口南口南口バスロータリー大括弧内の数字は系統番号を表す。Q はラッシュ時に運行される急行であり、バスの通行が集中する一区の停留所と富ヶ丘1丁目、富ヶ丘2丁目、北富ヶ丘1丁目停留所を通過する。ーラッシュ時には富ヶ丘1丁目と北富ヶ丘1丁目にも停車する。三十2は、 富ヶ丘一丁目にも停車後、学園前駅まで無停車。朝ラッシュ時のバス遅延を防止するため、午前7時15分から午前8時15分に、当駅周辺で以下のような交通規制が行われる。この交通規制は、駅から 1km 以上離れた場所から実施され、一般車の駅方面への進行が不可になっている。全国的にも珍しい大胆な交通規制だが、 交通規制の背景には、朝ラッシュ時に15分以上のバス遅延が、日常化していた、道路事情の悪さがある。当駅のバスターミナルに接する指導と見が丘、中町線は片側1車線の道路で、住宅地から大阪、奈良方面へ連絡する、幹線道路と当駅への進入路を兼ねているため、交通渋滞が発生しやすい。現在でも、土休日昼間から夕方時を中心に、 東駅付近から北行きは、ハンナ道路、学園前インターチェンジの手前あたりから、南行きは、富ヶ丘一丁目交差点あたりから渋滞し、バスの定時制が妨げられる場合がある。ただしやや離れた北側に、近鉄京阪な線の開通に伴い学圏なら、富ヶ丘駅が開設されたこともあり、車の流入はやや少なくなっている。ありがとうございます。